SNS 版令和の虎、令和の裏、SNS 版令和の裏、サーダに来ていただきました。お疲れ様でーす。見事全員からのお手伝いがいただけるというので、結構緊張してたっていう話だったんですけど、終えてみていかがですか？いやもう本当にめちゃくちゃ緊張してて、めっちゃ震えてました、ずっと。そんな風に見えなかったですけどね。なんか結構堂々と、まあ、座られて、やっぱり実績がすごいですよね。すごいですよね、フォロワー数とかも、なんかもう最初の自己紹介、なんか優勝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 みたいないやらしいぐらいな感じながらも、いや本当に努力されてたのかなと思って、なんか結構納得した回ではあったんですけども、はい、解散的に今回の回印象いかがでしたか？いやまずそのベストボディとかサマスタで優勝されてるって、これ普通に優勝って書いてますけどすごいことだし、そのやっぱり何が大切かって、多分筋トレも食事もやっぱ継続じゃないですか、ランニングも。だからもう一つのことを継続できるっていう、多分それも才能だと思うんで、それって SNS にも絶対通じると思うんで、そのなんだろう、じゃあ月決めた投稿数を絶対するとかっていう決められた目標を絶対遂行するタイプの性格の方なんだろうなと思って、手挙げさせていただきました。ああ本当に良かったですよね。よく甲斐さんのあれ好きですけどね、運を動かすとか言って運動みたいな、はい、いやなんかぜひ2人でポジティブショートのコラボとか見てみたいですけどね。だからショートはなんでやられてこなかったんですか？リールはちょこちょこやってたんですけど、うんうん、TikTok もそのリールに上げたやつをちょっと上げたりとかしたんですけど、うんうんうん、なんか全然伸びないし、そのままポジティブ足りないよ足りない。やっぱり今すごい TikTok コスパ良くて、 TikTok 用に動画作るじゃないですか。それリールにも上げれるし、 YouTube ショーツにも上げれるし、今って TikTok も収益化できるようになったし、で LINE ブームとかでも結構収益化ってできるから、そうショートで収益化もできつつ認知も広げ、フォロワーも増えて、もう一時5兆ぐらい。やっぱロングで伸ばすとかインスタ伸ばす難しいから、今の時代本当ショートにこう結構コミットする方が認知も上げれるしいいと思いますけどね。やります、うん、なんかそうですよね、本当にいろんな上げ方できそうですよね。ランニングのコンテンツもそうですし、逆にサータンのこの過去の経歴というか、いろいろ多分困難とかを乗り越えた経験とかもあると思うんで、なんか語り系でも全然いけそうですけどね。しかも今現在フォロワー数いるから、なんかそういった方々とコラボとかもしやすいと思うし、なんか伸びしろは本当にありますよね、うん。いやでも改めての令和の虎から今回 SNS 版というので、まあ、よりなんかサータンのインフルエンサー活動に対してよりプラスになればいいなと思うんですけども、なんか今後今日の回を振り返ってみて、こんなことやってみたいみたいなサータンのところでありますか？なんかショートとかもっとやってみようとか、例えばワンさんと山澤さんとのコラボ権も今回獲得できたんで、こんなことをなんか一緒にやれたらいいなみたい な、 なんかイメージされてることあればなと思って。あでもそれこそ本当に言っていただいた TikTok はもうすぐにでもやろうと思ってますし、でも本当に皆さんにぜひマラソンに挑戦していただきたいので、はい、バンさんとか、はい、めちゃくちゃ押したらやってくれるのかなみたいな。でもこういろんな YouTuber でマラソンをやるとかって言ってる人を見つけたら、はい、すぐ乗っかりに行った方がいいんじゃないですか？コンサル的な感じもサポートしますみたいな感じで。なんか昨年なんかレベゼメンバーも走ってましたよね。この間横浜マラソンでアリシャンさん、あね、ヘラヘラさんもね、はい、確かに、はい、そういう時にやっぱりこう嗅覚よく乗っかって、うん、で本当にいいサポートしてくれたってその方々がね言ってくれたら、多分いろんな人が注目いくと思うし、うん、確かにコンテンツとしてはなんかやってる方もいるとは思うんで、コラボは意外とどんどんやっていくのもありかもしれないですね。でも今回は一応来月にあれなんですよね、クラファンが始まるんですよね、はい、一応予定です。もう4月の後半という後半予定で今動いてます。まあ、ぜひなんかその告知も兼ねて、どんなクラファンやる予定なんですか？もしよければ簡単に紹介してもらえたら。今ランニングウェアを女性向けに作ってるんですけど、そちらの販売と女性だけじゃなくて男性も買っていただけるように今治タオルにロゴ入れたりとか、あとランニングのイベントとかのリターンも考えているので、その辺も出していこうかなと思ってます。私タオル買います。ありがとうございます。今治のやつなんで、はい、ちゃんとしたやつです。女性のフォロワー多いのすごいですよね。
なんか僕のイメージではフィットネス系ってなんか男性が圧倒的に多くて、そのマネタイズとかもしにくいっていうイメージだったんで、すごいですよね。8年ぐらいブログ書き続けてたんで、やっぱ継続力あるね。半端ないですね。その時はやっぱりほぼ女性しか見てなかったから、そのファンがすごく多くて、でも確かにその筋トレ始めてからはやっぱり男性すごい増えましたね。でも逆に言えばね、男性の層も取れたということで、はい、ということで、まあ、令和の裏、今回はサータに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。インスタグラムの成果を加速させるアイステップ虎の楽屋トーク、虎の楽屋トーク。お疲れ様ですというところで、先ほどサータンの収録が終わったばかりなんですけども、すごい実績のあり、その実績が納得できるような志願者だったかなと思うんですけど、多分一番フィットネス業界に近い山澤さん、いかがだったですか？そうです、まあ、フィットネス界で本当に知らない人あんまりいないんじゃないかなってぐらい有名な方だったんで、ただ逆にあフィットネスのはちょっともう本当やめちゃったんだなっていうので、ね、うん、僕としては残念な気持ちもあり、うん、でもランニングっていう新しいものを広げたい、うん、新しくね好きになったものを広げたいってことで、それをもっと応援したいなと思いましたけど、うんうん、でも本当にやっぱランニングっていうところって、そうですよね、なんか実績があまり本当ないですよね。ランニングってコンテンツでバズらせるって、うん、結構ハードル高いなって僕も思ってたんですけど、ちょっとイメージがね、うん、きっと皆さん ふんわりしたんじゃないかなっていう、うんうん、でもバンさんもしかしたら一緒に走ってくれると思う。そうですね、もう俺にやれることはヒーヒー言いながら走るぐらいしかないから、途中からはヒーヒー言いながら走るか、ヒーヒー言いながら大食いするか、俺にできる協力それしかないなって、もう断定して感もう頭膨らましてました、はい、でも確かにサータンとバンさんが並んでる見たら結構面白いかもしれないです。必死でね、はい、汗かきながらね、はい、それぐらいしか覚え当たんなかったんですよ、俺にできることは。先ほど言っても両方依頼したいっていうふうに言って、あ、本当ですか？確かに。藤君はどうですか？そうですね、なんかふんわりしましたね。あ、人気人すぎて、あ、確かに、僕の、あの出せる、できることもちょっとふんわりしちゃったんですけど、はいはい、ストーリーぐらいしか協力できない。でも嬉しいですよね、うん、いや、めちゃめちゃ嬉しいと思います、うん、でも確かになんか令和の虎の中で言うと結構まとまった回というか、うん、なんか超優秀な方だったんで、うん、なんかツッコミどころが、そうですね、良、はい、くも悪くもなんか、まあ、全体的に良すぎるっていうかね、うん、悪いとこもないし、ね、性格が出ちゃってるしみたいな、うんうんうん、ちょっと面白かったのは男の話題ぐらいですかね、うん、そのちょっとツッコむところで言うと、うん、はい、確かに恋愛はしてない方がいい、ね、そう、前回ナッシングだったの、うん、結構男性に頼りすぎて、数字のところで突っ込んでも全然返ってこなくて、なるほど、なんでこんな分かんないのって聞いたら、うん、実は彼氏に相談しててみたいな。なるほど、そう、夢にもこうなるし恋愛もこうなるから、なるほど、だからそれって裏を返すと障壁になったりするんですよ、ね、はい、でも本当に僕も何度か実は収録から 2,3 回会ってるんですけど、はい、全部彼氏といました。同じ方です。同じ方ですよ。その令和の虎の時にいた方となんか交流会みたいなところも一緒に参加されたりしてたんで、相当ラブラブな印象がありましたね。まあ、一途ってことですよね、いい意味で。そうです、そうですけど、はい、でも裏返すと寄ってくる可能性あるいい周りの人も、もしかしたらその2人に入りづらくて入っていけなくなっちゃう、すごい力を貸してくれる、なるほど、殻を破ってくれる可能性のある、はいはい、そういう出会いももしかしたら塞いじゃう可能性もあるっていう難しさですよね、そこは。だから、うん、なるほど、やっぱ恋愛と仕事を両立できるのは解散ぐらいですかね。まあ確かにな、確かにな、それはそうだよな、はい、それはそうですね、そうだよ、別れた後もなんかハートフルな状況が続いてるんで、まあポジティブだよね。そうですよね、はい、それはめちゃめちゃポジティブです、はい、やっぱ一度愛した女性をね、はい、それプラスに持っていきたいですから、確かに、そこは、うん、相当あのブレイキングガール、はい、だ、あのガールの方のヒカルさんのサポートをめちゃめちゃそうですね、してますね、やり取りも元カノめちゃめちゃ守ってるなと思って、はい、もちろんもちろん、全部見てくれてる、なんか分かんないです、出てくるんですよ、一番上にカイさんがいて、確かに、それはね、はい、さすがだなと思います、ありがとうございます。カイさんはどうですか、改めて。いや、僕はやっぱりあの僕もやっぱ TikTok で結構人生変わったというか、いろんな景色見えた一人ではあるんで、やっぱやってないって言ってたんですごいもったいないなと思ったんで、はい、そこにちょっとコミットして、なんか今見えてない可能性をなんか作り上げる協力ができたらなって普通に思います、うん、いや本当そうですよね、
なんかやっぱりもう実力者であるのは間違いないので、うん、どう見せるのか、うん、ちょっと僕も本音言っちゃいましたけど、うん、ちょっと僕と似てるなと思って、うん、僕も結構優しすぎるとか、うん、なんか真面目すぎるっていうところが、うん、令和の虎もなんかまともなことしか言わないとかって言われたりするんで、うん、なんかやっぱサータも多分真面目なんですよ、うん、だからそれを一般的に見たら、うん、面白いと思うかっていうよりも、うん、なんか勇気もらうような人柄だと思うんで、うん、そこにどうそのバラエティ要素というか、うん、演者としての面白さをどう出していくのかみたいな、だ今回の回も面白かったというよりも、やっぱサータンすごいなみたいな感想が多いと思うので、そこがどう変わっていったらサータンとしてもっと知名度上がっていくのかなみたいなのは僕とちょっと重ね合わせながらちょっと見てましたね、はい、重ね合いました僕志願者だった時こんな感じだったのかなみたいな、はい、全然見た目違う違います全然違うけどね、確かにそうですね、見た目は全然違いました、実績も違うかもしれないですけど、はい、なんかサータン見てて、あなんかもっとこうなんか真面目なだけじゃダメなのかなとかも思ったりしました、はい、あれキャラ的な部分は欲しいですね、ちょっとそうですね、うん、そうした方が多分コラボもしやすいと思いますし、ランニングだけできますっていうのと実績と、うん、あの本気で物を取り組む姿勢は分かるんですけど、うん、やっぱ見てて面白いコンテンツって、うん、やっぱりそこら辺は殻破っていかないといけないのかなとは思いましたね、うん、なんでサータンじゃなきゃいけないのかみたいなのはもうちょっと明確になってきた方が分かりやすいかもしれないですね、そうですね、はい、でも必ずもっともっと有名になっていく方だとは思うので、素敵な人なんだよな、本当そうですよね、うん、はい、皆さん何かしらの形でランニングなり筋トレなりとかわかんないですけど、うんすね、はい、特にバンさんとのコラボ僕は楽しみに俺は日々筋トレできないですよね、はい、もしかしたら皇居周り俺走って赤い服着て、それめちゃめちゃ面白いです、面白い、めちゃめちゃ面白いです、走り切って大食いもするんですよ、はい、めちゃめちゃ面白いです、忙しいな、はい、ちょっと虎のコラボも皆さんぜひ楽しみにしていただけたらなと思います、はい、そうですね、はい、ということで虎の楽屋トークありがとうございました、ありがとうございます。